れじゃないですか。あまり見かけないものが、見覚えのないような見た目。今回はその見た目にびっくり仰天しちゃうニューオープンのお店に潜入。あの入り口じゃわからないよっていう苦情も来てます奇抜な外観からは想像もできない、とっても堅実なこだわりグルメを発見。美味しい最高です。誰がなぜ始めたの、地域で噂のユニークな新店にどんな絶品グルメが潜むのか調査します。トレンポのリポーターもこです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回は見た目がとってもユニークで中身もすごく素敵なお店をご紹介します。まずは6月にオープンした、場所もさることながら意外なものの中にあるお店です。エヴァ南に来ています。この辺りにとってもユニークな新店が誕生したということなんです。探してきます。はい、どんな店ですか。あ、わかります。どんな住宅街にあるケーキ屋さん。人はすごい来てるなと思います。の中でやってるケーキ屋さんです。の中にあるんですか。はい、びっくりしましたね。はい、どういうこと。閑静な住宅街をさまよいますが、お店がある雰囲気は全くありません。と、その時あまり見かけないものがありました。オープンって書いてますよ。さあ、レンさん、このお店何の中にあるでしょうか。人の家のリビングじゃないですか違いますか。これ何、電車。こちらはどんなお店ですか。ここはバスの中を改装したケーキ屋さんになります。バス、そう、正解はバスだったんです。こちら運転席が操作盤もあるし、もうそのままってことですか。はい、そうです。エヴァにワクワクするような場所を作りたかったのと、まあ、なんかお子様から大人の方まで楽しめるなんか場所があったらいいなと思って。これは可愛いな。中区エヴァ南の住宅街の一角に6月にオープンしたケーキのお店ニーナ、テイクアウトのお店です。ご自宅の駐車場にバスを運んで改装し、ご夫婦で始めました。運転席は座っても OK、 フォトスポットになっています。子供も喜びますね。めちゃくちゃ可愛い、キラキラ光ってますもんね。もう心が躍りますね。ありがとうございます。洋酒などの強い香りを抑え、優しい味に仕上げたケーキやプリン、値段も良心的、ご近所で評判です。2種類のクリームを使った桃のシュークリームをいただきます。この色合いすごくおしゃれですね。これ緑の部分って何ですか。ピスタチオです。ピスタチオ、山梨の白桃を使用してます。うん、おいしいたっぷりのクリームと桃の爽やかな甘さとちょっと酸味のある感じも含めて最高に美味しいですね。生地ってクッキーシューなんですか。そうですね。ローストしたアーモンドを散りばめて、香ばしさとかもすごい感じていただけるかなと思います。本格的なスイーツをお手頃に食べられるっていうのもまた嬉しいですよね。これからが旬の秋のイチジクはショートケーキに、生クリームは甘さ控えめ。美味しい。口の中いっぱいにイチジクの甘みが広がります。愛媛から届いたばかりの白イチジクを使用しているので新鮮でジューシーです。甘みが強いっていうのがイチジクの粒々感、ぎっしり詰まってる感じもしっかり感じます。ケーキのお店ニーナでは、親しみやすいほっとする味わいのスイーツに、全国の農家から直接取り寄せるフルーツが彩りを添えます。朝採りしたもの、朝もその日に採ったものをすぐ送ってもらう、季節ごとのフルーツですぐ作るっていう感じでやってるんで、ずっと年中あるっていうものはあまりないかもしれないです。どん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 ショーケースの中は変わっていきます。10種類の焼き菓子はプレゼントにもおすすめ。買いすぎちゃうバスの形のクッキーはご近所のお子さんに人気です。娘がちょいちょい買いに来てるかもしれない。あ、本当ですか。ありがとうございますすいません、お待たせいたしました。ありがとうございます。よく来られてるんですか。3回目かな、でもまだ。
めちゃくちゃ美味しいです。このお店の魅力はどこだと思いますか？もう見た目前々からなんであそこにバスがあるんだろうと思っとって、気づいたらケーキ屋さんになってた。路線バスだったこの車がここに来たのは去年の年末。富山で売ってたのを見つけて、家族みんなで富山に急遽旅行に行って現地で試乗して買います。これが7メートルのバスなんですけど、ここの敷地内に入るジャストサイズだなっていうので、確かにぴったり収まってますね。はい、改装は業者さんの力も借りつつ、できるだけ自分たちの手でやりました。座席とか自分で外せるところは外して、自力ですか？釣り革とか押しボタンとかも全部自分で外して、まあこのテープとかは自分たちでホームセンターで買ってきて頑張って貼りました。互いに別の洋菓子店などで働いて修行したご夫婦、子供たちの成長を見つめながら自宅の敷地でお店を営むことを決めました。お子さんの反応ってどうなんですか？バスが家にあることってほぼほぼないので珍しがって結構バスの中で遊んだりとか、なんかちょっとお昼寝したりとか。運転席とかも座られてました？あ、そうですね、もうすごい喜んで一番に座りましたご家族でやってるからこその温かさっていうのがすごく伝わってきました。もうお二人の、そして地域の皆さんの愛が詰まった、夢の詰まったバスなんだなととても感じました。はい、バスの中のケーキ屋さんいかがでしたか？これはいいですね。いや、ケーキ撮る前にいろいろ写真が撮れるのがあるから、ケーキ買うまで結構時間かかりそうですよね。私の息子なんて乗り物大好きで、バスのイベントとか行ったらずっと運転席離れたくないみたいになるんで、もう遊びに行くのもいいし、そのついでに美味しいケーキも買えると最高の組み合わせですね。最高ですよね。運転席の横にバスの帽子もあってですね、被ってましたよね。すごく楽しんじゃいました。こちらのバスはちなみにキッチンカーではないので移動することはありません。はいはい、また駐車場はないので、お車でお越しの場合は近隣の有料パーキングに停めてください。で、場所が本当に住宅街の中で分かりにくいかなと思うんですが、お店のインスタグラムなどで住所を確認チェックお願いします。続いてはこちらもユニークなこんなお店です。呉にやってきました。どんなユニーク店があるんでしょうか。レッツゴー。やってきたのは呉市中通り。そこであるお店を発見。すごい、あまり見覚えのないような見た目。レンさん、どんなお店だと思いますか？いやつけ麺屋、つけ麺屋。自動販売機は券売機でした。券は買えないけど、ボタンを押して、このレバーを動かせます。こちらで購入というわけではなく、実はこの券売機、開きましたよ。まだお店じゃなかったです。階段が、すぐに階段がありました。そして上に上がってみると、扉、お店が、券売機の中にお店がありました。こんにちは。びっくり、券売機だったんですけどどうして券売機が扉になってるんですか？入ってしまえばみんなに言いたくなるようなお店っていうのが作ってみたかったので、また知ってもらうってことがすごく重要で、食べ物もそうなんですけど、行ってみたい、食べてみたい、美味しいのは当たり前。お客さんの反応ってどうですか？あの入り口じゃわからないよっていう苦情も来ました。もう一つ気になるのが、1たす1は2ではなく11。この意味は？11な性格でして。11な性格、はい、良くも悪くもなんですよ。もう11いいじゃんっていうことを平気で言ったりとか、でも11結構 こだわるところも。そんな店主が作る絶品グルメは？すごい美味しそう、もりもりですね。麺が何も見えないんですよお客さんからいろいろトッピングを試してみたいっていう声だったりたくさんいただいてて、だったらもう全部トッピングしちゃえみたいな。定番のつけ麺はネギ、チャーシュー、キャベツ、レモンが乗ったもの。そこに鰹節、海苔、メンマ、卵が加わり、贅沢な全部のせが生まれました。そしてこちらの出汁もお客さんの声から生まれたそうで、2種類で昆布出汁といりこ出汁から選べたんですけれども、これ混ぜてみたら美味しいねってお客さんに言われて、
客さんの声に応えちゃえから生まれたメニュー。そのお味は、うん、最高です。一口でしっかり口の中で出汁が香りますね。そしてこのチャーシュー、肉の旨味ギュッとしてて、お肉自体にしっかりとした旨味があったので、うん、島根の方から取り寄せて、それを低温でチャーシューにさせてもらってます。味変で辛みを加えることもできました。それをこうしっかり混ぜていただく。光り輝いているものが金箔みたいな、金箔光ってます。唐辛子やってみたいですけど結構やばいと思います。本当に少量ですよ、入れちゃいました。辛いの大丈夫、うんうん、と思ったんですけど、うん、うん、え、辛っ、うん、辛いこの後お店をオープンするきっかけになったのは絶品焼肉定食。呉市中通りにある広島風呉つけ麺11。実はマネージャーの寺田さんの一言がオープンするきっかけになったそうです。もともと37っていう焼肉定食のお店をやってて、まかないでつけ麺を作ってくれた私のご飯です。それがあまりにも美味しくて、これは2号店いけるじゃないの。1号店は11から徒歩2分の場所にある37。人気メニューはこちらの焼肉定食。 お肉3種の盛り合わせに羽釜で丁寧に炊いたご飯。そのお味は、うん、柔らかくて旨味がギュッとしてます。飽きてこないようにバランスのいい、トントロもちょっと脂濃いのが苦手という方もいらっしゃるんですけれども、岩見ポークのトントロを使わせてもらってますので、すごくあっさりしたお肉。盛りに関しては冷凍を一切しない、3日以内に使い切るっていう、そこにこだわって出させてもらってます。1号店をオープンすることになったのも寺田さんがきっかけだったそう。ホームパーティーみたいな感じで夜ご飯を作って待ってるっていうことをしてたんですけど、店出した方がいいよっていう話を冗談っぽくしてたんですよ。いつかやりたいなっていうふうには思ってたんですけど、うん、なかなか子供がいるとそうもできないなって思いながら、うん、元はお子さんのソフトボールチームで出会った2人。一緒にやるんだったらやってくれるかって聞いたら、彼女も別の仕事してたんですけど、はい、ついてきてくれたんで。夜だと子育てをしているとちょっと難しいなっていう話で、ランチだったら 今でもできるんじゃないかって話になって、うまくいくかわからないけどやってみないとわからない。そこから中村さんは子育てをしながら焼肉店で修行、寺田さんは独学でマーケティングを習得。二人の努力が実り、2022年に37をオープン。そして今年1月に2号店11をオープンさせました。ママ友からビジネスパートナーになった二人が大事にしていることとは。これからどん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 多分思いついてって、思いつくままにやっていくんだと思います、はい、お客さんとのコミュニケーションを取りながら、そういうふうに何かいいことがあればできることっていうのはすぐに実行に移してますね。いちいちなお二人のこの心遣いがいちいち美味しいを作り出してるんじゃないかなってすごい感じました。いちいちな店主なんでこれからもいちいちサポートしてそこは変わらずですか。はい、はい、